はい、どうも、ハピネスタークのハピネスです。ウォークライムの実況プレイやっていきたいと思います。今回はですね、新しく来た Twitch プライムに関しての、実況動画のまとめになります。で、いつも、Twitch プライム回収するときは、Twitch プライムの獲得の仕方みたいなところから説明をしているので、今回もその説明一応含んでおこうかなと思います。Twitch プライムっていうのは、Amazon にプライム会員していると、ツイッチ経由で無料でもらえるアイテムです。ツイッチはアマゾンの子会社なので、まあそういった携帯を取られているっていう感じですね。もうすでにアマゾンアカウント持ってて、さらにアマゾンプライムに、加入している方、まあ月々500円ですね。それされている方は、あとはツイッチアカウント。ツイッチアカウントは無料なので、それもね、簡単にすぐもらえるようなアイテムです。俺もそんな感じです。で、Amazon プライムの会員であるとどんな特典があるのかっていうと、まあ Amazon でよく購入する人なんかは、お急ぎ便みたいなね、翌日配達とか受けられたりとか、あと Amazon プライムビデオとか、ビデオが見放題とかね。だから映画とか好きとか、あとなんか Amazon でよく買い物する人なんかは、まあこの機会に Amazon プライムの会員になっててもいいんじゃないかなって、全然回しもん発言じゃないけど、効率的な意味を考えたら、ウォーフレームでも無料で外装もらえるし、Amazon もよく利用するんだったら、まあ月々500円を安いか高いかと捉えるかどちらかっていうことになると思うので、まあいいんじゃないかなと、ハピニュース的には思います。で、Amazon のアカウントの作り方は、もう Twitch の、アカウントの作り方も大体一緒です。メールアドレス登録して、で、そのメールアドレスに送られてくる認証アドレスをクリックするのかな。で、それでアカウントが承認されて、まあパスワードとかなんとか決めてっていう感じですね。で、Amazon プライム会員になる場合は Amazon プライムに加入するっていうのを手続きを踏めば簡単にできるし、まあ本当に最近巷で SNS とか登録する際に、やる登録と全く変わらないです。難しい工程は一切ないです。はい。まあ、とりあえず、その Amazon アカウント、さらにプライム会員になりました。Twitch アカウントを持ってますになったら、この画面に来て、この Twitch プライムってところをクリックすれば、この今回は感染対シャンダルですね。これがもらえるそうです。ここまで来たら、サインインっていうのがありますね。はい。サインインをしましょう。お客様、日本にお住まいのようです。ああ、そうだ。まあ、自分のメールアドレス、要は Amazon にサインインするなので、Amazon で登録した、メールアドレスをここに記入ですね。で、あとは、パスワードを入れると。はい、ログイン完了したら、今度携帯電話番号を追加するとか聞かれるんですけど、これはもう後ででいいですね。無事、ログインが終了したら、この画面に来ます。今すぐ入手するかどうかっていうのがね、項目、選択できるようになってます。で、これまで入手したアイテムがブラーっと並んでたりだとか、まあそういった感じですね。OK です。じゃあこれを回収していきましょう。今回感染対シャンダナ。こちらです。で、まあこれ PC からでもできます。Twitch の、アカウント画面からでもできますが、今回はゲームの画面からやってますね。はい。パワーパックってことで、なんかこの感染対マントと、で、さらにはリソースブースターとリソースドロップブースターがもらえる。嬉しいですね。行きましょう。プライム会員にリンクされている Twitch アカウントが複数存在。ハピネスダークです。これ、サブアカウントと俺、メインアカウントがあるのをちょっと忘れてました。まあでもメインアカウントなので、はい、これと連携させます。送信。はい、次のレベルに進みます。アカウントのリンク。はい、これはゲームですね。これはウォーフレームの、アカウントリンクですね。PC の人は、こちらからログイン、メールアドレス入れて、パスワード。で、スイッチの人はスイッチ、Xbox は Xbox。で、俺は PS4 なので PS4 選択していきます。はい、無事ね、3つのアカウント、まあ俺の場合 PS4 なので、PS4 のサインインも含まれましたが、無事に全てのアカウントが連携されると、こんな感じで入手しましたって感じで出てきます。スイッチプライムのシャンダナが追加されたら、こうやってね、ダイヤルログが出るはずなので、スイッチプライム、アピースシャンダナとブースターが有効化されインベントリーに追加されましたっていう感じでね。画面で入手しましたって書いてあるんですけど、一応そのダイヤルログを閉じて、一回その該当のアイテムをクリックした方がいいと思うので、それをやって、まあログアウトしてもう一回ログインする。どっかステージ出て戻ってくる。今俺はステージ行って、ミッション中止して戻ってきて、このダイヤルログが出ましたね。一回、だからロードを挟んで更新かけないと反映はされないので、まあそのおかげでこう追加されるって感じですね。はい。で、これですね。アピスシャンダナ。すごいね。おー。あ、こんな色なんだ、デフォルト。なんか黄色く光ってたからもっと、なんか黄色っぽくて青いのかなと思ったら、ちょっとつけてみるとまた雰囲気全然違いますね、これ。まあ今度ね、ダイモスの心臓が、来るのは感染隊のオープンワールドとかだったりするので、まあそれにあやかって今回はこんな感じなんでしょうね。わかりました。じゃあこういった外装もね含めて、まあ外装品関連のその実況動画とかも出したりするので、あ、すげえ光ってんだここ。お、すげえすげえ、なるほどね。あ、
おお、すごいなんか呼吸してる感じがするね。やばい。まあこれつけていろいろとやっていくこともあると思いますので、よろしくお願いいたします。お送りしたのはハビネスダークのハビネスでした。なんか質問があれば、ぜひコメント欄使っていただければと思います。よろしくお願いいたします。またね、バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かった、参考になったという方はぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。また Twitch プライム追加されたらこういった動画も出していきますので、チャンネル登録等もよろしくお願いします。またね。